栄作妻の座3気持ちの重たさが自然に足を表通りから遠ざけたのか気がつくとひどい下どけの裏道に出ていたしまったと思った時はもう後へ引けない泥田んぼの真ん中で表通りがついそこに見えているのに動けない金縛りだ 畑道へも続く十字路に立つと、春先とは思えない冷たい風が、頬をしびれさせながら、体の芯まで染み込んでくる。おお、寒い。つぶやきと一緒に、峰は、ショールを頭からかぶり直し、つまからげをした。シ案しながら、一足一足をかわさねばならぬ。しかも、シ案の一足は、 し「峰の足袋はぐるりから泥色に染まってきている」「ゴム長でも履いて堂々と歩きたい思いがする」「二度や三度のことではないのにこのぬかるみを忘れていたのが第一におかしい」「四月の初めごろまで少なくも一年の三分の一はねったこったのこの道を」 誰も何ともできない知恵のなさも不思議だ。夏は夏で煙のような土ぼこりの立つ道なのに。つい十年ほど前には二十歳の方が多かったといわれるこの辺りの下水の設備もない畑続きのこの道を挟んでゆとりのある間隔を置いて人の住居に手ごろな家が並んでいる。 建てた当時の制限建つぼを正直に守ったような家々は、隆々と倹約を重ねた末のたった一つの財産として大切に考えてきたような階級の人たちを思わせる取り澄まし方で、生け垣なども几帳面に刈り込まれている。だが、垣根の外はこの通りなのだ。我が身大事と火馬きに身をすり寄せて、 まるで崖縁を歩くようにして人々はこの道を行くのだがほっとした時の足元はいつも泥だらけだったみんなそれを知っていて噂をし合うミネもその一人であるそして今日もまた泥旅になってため息をしたため息の出るあたりから道は少しよくなる 狭い草原の畑道になるからだった。靴下や下駄を履いて歩く住宅街よりも直た旅で歩く畑の道の方がよくてやがてまた住宅地へ入っていくと再び泥田んぼの道になるのはどういうわけだろう。川島貞子の家はこの畑道でつながった向こうの丘にあった。峰の足は その丘に向かって進んでいく。峰のショールの影に隠れている小さな包みは、近く婚礼の式を挙げることになっている貞子の長女に贈る、静子からの祝いの品だった。かわいい下駄が入っている。下駄は朱塗りの中馬の日和だった。それに若葉色の花尾がすがり、同じ緑の妻川に、 赤い折り鶴が一羽鮮やかに浮き出ていた。いかにもそれは若い花嫁の吐きそうな下駄である。そのかわいらしい贈り物を胸に抱きながら、峰の心はちっとも弾まない。破んしてまだ間のない静子からの贈り物は、受ける方もまた何かの心遣いがあろうと思うとなかなか軽い気持ちになれないのだ。 静子がそれを気にしているとき、峰は彼女の内心を押しはかって、あんたはいいよ。うちの者のと同じなんだもの。私たちがすればそれでいいじゃないの。すると静子は急に目を光らせ、出戻りからお祝いをもらうのを、弦が悪いというならやめるわ。そんなこと、変な風にひがむのをよしなさいよ。 しずちゃんが祝ってあげたい気持ちならそりゃあ喜ぶわよ。お祝いなんて羽織の紐一つだって嬉しいものなんだから。祝ってあげたいから祝うっていうのじゃないわ。私が姉さんたちの交際の仲間入りをしようって野心はないのよ。私ももらったんだからお返しはしなくちゃならんでしょう。それだけよ。作家なんて偉い人たちとのおつきあいは。 もうこりりよ峰は黙っていた黙るよりほかしかたがないそんな言葉のやり取りの結果静子は下駄を買ってきたのである長年の田舎暮らしの中では冠婚葬祭を義理と形式でしか考えない几帳面さなのだかつて自分も祝ってもらった義理はどうでもこうでも果たさねば 気がすまないのだろう。そんな義理で買ってきた下駄なのだがその時静子は大自慢でそれをねや政子に見せた「いいでしょうこれを麻子さ,さんが履いって蛇の目の傘をさしている姿が目に浮かんできてねこんな下駄が履ける人は幸せだと思ったわきれいな人は得ね」素直に喜ぶ静子だった。 峰はこの素直さを貞子に知ってもらいたい記載した貞子の前に出る静子があまりにも暗く重苦しいのを知っていたからだあれなら野村が嫌に思うのも無理はないと貞子は考えているだろう峰でさえもこの頃の静子を見て野村の気持ちに同感を持つことが多くなってきているそしてそのことを しずこのためにかわいそうに思う。姉にまでおもたがられる女でしずこはあったのだろうか。しずこのそうした一面がどこに根ざしているかを峰は考える。四十歳まで一人で暮らしてきた女。二十年もの間、教壇に立って若い娘たちを教えてきた女。男女のいきさつにうとく。 恋の手紙など、おそらく一度も書かずに青春をやり過ごした女。それを立派だと自信を持って暮らしてきた女。そこに問題の根本があるのかもしれない。単純な一人暮らしの中では、ボロを出さずにいられた静子が、急に四人の子の母となり、五十の男の妻となったのだ。教団の上から、 二つの目で幾十人の顔を見下ろして暮らしてきた静子は、狭い家庭で遠の目に見据えられることになった。無邪気な夫婦から出発して、適度な感覚を置いて一人ずつ子供が増えてゆき、その過程で夫も妻もだんだん複雑な父となり母となってゆく。その道筋を通らずに静子は四人の しかも大きな子供の母となり、相手の職業もよく考えずに、作家の妻になったのだ。女としての心の発達を経ずに、静子は教団の上で使った物差しを家庭に持ち込んだのだ。どうしてそれが通用しよう。野村の生まれや育ちにだけ頼って、作家である現在の野村を極めなかったことは、 誰も彼もうかつであったというしかない。その限りでは静子を責めることはできない。にもかかわらず、誰よりも大きな打撃を受けたのは、女の静子なのだ。しかも静子は、投げ出された自分のはめに、今もって納得できないでいる。納得できる女であったなら、投げ出されずにも済んだろうに。 野村が前の妻との間に二十年間積み重ねた愛情をすら自然なものとして理解することができないほど静子は人間の心の世界に疎いのだ野村の日記を見て腹を立てて帰ってきた日彼女はなりふり構わず歯ぎしりをしながら野村を罵った「立派な人だの。 信用できる人だのと姉さんは言ったけどさ野村のどこが立派なのあんなにうまいこと言ってから一日も早く来てくれって言ったんじゃないのそれなのになんでしょ前の嫁が忘れられないでやれ貴族のように気高いだの死ぬまできれいな目をしてたのあの利口さは文学にも政治にも通じるだのあんな気高さはどこから生まれていたのだろうのって 書いてある私がバカで器量が悪いってことじゃないの器量の悪いのを承知でもらったんじゃないの我がが美男子かなんぞのように貴族だってプロレタリア作家だの何だの言ってるくせに貴族が気高いなんてずうずうしいじゃないの子供だって女の子は皆わがままよ。でも私はそれでいいと思っていろいろしてきたのによ。 お母さんは持ち物に手を触れさせんだって冗談じゃない。兄弟も張り箱も私のが珍しくて私のばっかり使ってたのよ。タオルだって履物だって一緒よ。刺しゅう糸なんぞ今売ってないもんだから欲しがってさ。少しずつ自分の糸巻きに巻いていくのよ。そんなこと知らん顔でお母さんは甘えられないだって。若い者のように。 やれ為が死体だの。死んだ奥さんの笑顔が魂をとろかしたのと。日記にはそんなことばっかり書いてあるのよ。静子は、それが野村の決定的な欠点であるかのように、いたけだかな口を聞いた。野村の手紙で静子より先に荒ましを知っていたのだが、聞いていて峰は、ますます絶望せずにいられなかった。 なんという心の貧しさなのか。五十二になって恋がしたい夫の気持ちの若さを喜びとすることのできぬ女。そんな女に対してまた野村の期待は大きすぎたのだ。外れるのが当たり前だ。ねえしずちゃん、野村さんに肩を持つわけではないけどね、日記を書くのは野村さんの自由なのよ。 まして作家じゃないの書くことはお茶の子さ考えることだって普通の人よりは細かいさ普通の人ならどんなことを考えてもそれを日記に書く人はめったにないわねそれを正直に書くところが作家じゃないの私だって書くわ私のノートには悠吉の悪口がうーんと書いてあってよ口で言えなかったことが書いてあるわよ アイスをつかして逃げ出したいと書いたこともあるしおのろけを書いてもあるわ日記はごまかせない心の記録なのよだからさ雄吉がもし恋がしたいと日記に書いてあっても私はそれをどうこうは言えないそれが嫌なら飛び出すしかないし飛び出せないなら恋のしたい男のその精神も一緒に自分の方へ抱え込まなくちゃ 私ならそうするこんなことまで言わねばならない静子の幼稚さをギリギリと感じながら言った言葉は峰を笑い出させてしまった白髪頭の自分たち夫婦のありさまを鏡を見るように思い浮かべたからであるしかし笑いながら走馬灯のように走り去ったのは 二十一年の夫婦の歴史の中での女としての苦しかった思い出であるあの時は峰もまだ若かった短期に離婚などしていたならどうなっていたろうと思うと静子にも増して愚かな姿で泣き悲しんだ自分を静子の今の姿と見比べずにいられないしかし比べるには問題はあまりに違う 静子に黙って出て行ってほしいという、つまり夫婦としての結びつきのほとんどない野村に比べて、峰たちは単純極まる夫婦であった。雄吉に問題の起こった直後のことだ。二階の段ばしごの上からあっという間に足を滑らせた雄吉が下まで落ちたことがある。ダダダダとひどい音を立てて、 尻餅をついたなり身動きもしないで痛さをこらえている悠吉がやっと息をつきながら最初に言った言葉は「お前でなくてよかったな」板の間の隅に巻いて立てかけてあった式のしご座がお坊様の足の力で押されて真ん中をせんべいにへこまして曲がっていた。は その時のことをよく思い出す。あんたがね、もしも私より先に死んだら、思い出の文章の中へ、このことだけは忘れずに書くわね。彼はそのように愛妻家であったって。そんな冗談を言ったこともたびたびある。しかし二人は、今もって、つのつきあいの絶えない夫婦である。 かんしゃくもちの悠吉に愛想を尽かして、峰は心の冷える思いをどれほど味わったことか、そして峰自身がまたひどい短気を起こすこともしばしばだ。決定的な言葉のやりとりに疲れ果てながら、しかし二人はやっぱり夫婦であるのだ。野村と静子は、おそらくひと言のけんかもなかったのだろうが、 たたたっったたで割れてしまった野村は峰たちの前でただ手をついて頭を下げているのだが手をつけばつくほど静子は自分の立場に欠点がなかったと思い込むようだった野村の子供たちに手ぬぐいを貸したと言い,い洋服を作ってやったと考えるところに母としての価値のなさがあり野村の不満もあったのではなかろうか しかし、静子の身になれば、急にはそこまで気持ちの幅が広がらなかったのが当然だろう。土台、無理があったのだ。やっぱりね、間違っていたと思うの。あんたに無条件で野村さんを抱え込めと言っても、それは無理だわ。私にすれば、野村さんの日記は問題じゃないのよ。だけど、あんたにはそれは大問題さ。 日記のことは別にしてもよ毎日が夫婦の暮らし方でないとしたらそんなバカなことってないじゃないのそれを野村さんは言ってるのよねえさんは私の方が悪いと思うの唇を震わせて問題から外れたことを静子は言うどっちが悪いとかいいとかじゃないさそりゃあ上っ面を考えたら 野村さって人は歯がゆいさいつまでも死んだ人にかかずらっているなんて人生を後ろ向けに歩いていることになるもの新しい生活をもり立てようとしないでさそれではいつが来ても前に進まないだから「死にたい死んで奥さんのところへ行きたい」って書いてあるまさかいくらなんだってそれじゃあ元も子もない だって本当だものわたしがうそをついてると思うまたいきり立ちそうなのをあわてておししずめるようにみねは小さな声になりきげんをとるように言った「そんな男ならよけいあきらめいいじゃないかしずちゃんにはわるいけどもさもどってよかったってことになるわよきっとだからあきらめなさいよ」。 もちろんよ。だから戻ってるじゃないの。今ごろは奥さんの位牌を抱いて寝てるわよ。しずこの言い分は、峰にがっかり癖をつけて、そうなるともう言葉が続かなかった。しかし、これが血を分けた自分の妹なのだ。峰がなんとかしなければ、誰ができよう。こんな一面を知らずに、 野村の表面的な条件に合わせて裁縫のできる優しい女ですと言ったのだ。裁縫のできる優しい女はわずか2ヶ月で野叉のような女になり白痴のような女になっている。それを相手にまるで小娘に聞かすように何度も何度も一つことを根気よく繰り返して絶望を重ねていく。 お前がバカなんだよ。そう言って静子に怒鳴りつけたい心を押し沈め、勘弁してくれと謝ったことも、もちろん静子には通じていまい。だから静子は、あんなに激しい言葉で野村を罵ったことをさえ忘れたように、その翌朝、まだ寝ている峰の枕元へ来て座った。出自宅をしている。 昨夜考えたんだけどね。黙って出てきたことは私が悪かったと思うの。だから私、謝って帰ってこようと思うの。ああは言ったけど、世の中に文句のない人はないと思うの。まるでそれが自分一人の言い分で出てきたように言う。ま、待ちなさい。峰は飛び起きた。野村さんが、 今日あたり来ると思うの。話をつけにね。ふーん。静子は寝不足で充血した目をパチパチさせた。濁った小さな目は片びっこにつるし上がっている。この汚い目に野村は身震いしたのだ。それは気になる目だった。眠らずに泣いた挙げ句の目とわかっていてさえ嫌な目なのだ。 でも、本当に来るかしら静子は、やや考えてあげく、不安そうに言った。来るさ、昨日電報打っといたから。すると静子は、急に活気づき、そわそわしだした。そして朝食の間も、玄関の戸が開くたびに腰を浮かせ、耳を澄ませ、郵便配達にさえ飛び出してゆくのだった。 そんな静子をかわいそうに思い、あとの打撃に少しでも備えるつもりで、峰は言った。野村さんは、きょう、解決つけに来るのよ。貞子さんと声も手紙が来てるし、だから、あんたもそのつもりになった方がいいと思うの。見込みないわよ、あの人は。みんなそう言ってるのよ。静子の夫としてののとて その点での見込みのなさについてのことをみんなの意見のようにミネはぼやかしていった。せめてもの敗者への思いやりなのだった。しかし静子は強くまるで別人のように熱を持って。でもそうでもないと思うことだってあるわ。私さえ我慢すればいいんだもの。だから私今日来たらそのことを言うわ。 分かってくれると思うの。あそこのうちは私がいなければみんな困るんだもの第一子供たちがかわいそうよ気ままといえば気ままな子ばかりだけど誰がお母さんお母さんと言ってくれようかと思うと私悪いことしたと思ってね子供のためにも帰ろうと思うのそんな生やさしいところに問題はないのよ もっと決定的なのよ決定的好きになれないっていうのよ夫婦の感情が湧かないっていうのよしずこは目を伏せた峰はまた一年生を相手の砕き方ではじめ子供のためと言ったけどあれはお定裁だったと思うのなんと言ったって 結婚が子供のためなんて嘘よ。しずちゃんだってそうでしょどこの世界に男のいないうちへ母親になりに行く女があるのそんなわかりきったことをよく考えず一か八かのくじ引きみたいな結婚をよ卑しくも進歩的だなどと自認する作家がよそんな世俗的な言葉に操られて推し進めたのが失敗だったのよ野村さんも。 その点反省しているし私もバカだったと思うの。あんたは世間並みにもう一度辛抱してみようと思うのだろうけどね私たちの仲間はそんな偽りには耐えられないのよ。誰があんた友達を大勢呼んで披露までした嫁さんとちっとやそっとのことで別れようなんて考えるもんか。野村さんにしたってよくよくだろうじゃないか。 そんな中へしずちゃんを落とし込んだことでは私は手をついて謝る一生懸命の峰の言葉もどの程度に受け入れられているのかしず子は上の空で相変わらず玄関にばかり気を取られているあ来たわ見たこともない身軽さで立ち上がり小刻みの急ぎ足でしず子は出ていく 峰の部屋の入り口からまっすぐに通った長い中廊下を玄関の方へ猫背の胴を曲げて頭の毛を撫でながらひどい外足でウキウキと走ってゆく後ろ姿を峰は限りない悲しさで見送った峰美,美,美しい小柄な妻の亡くなった後へその妻の遺言によって子供のために裁縫のできる母として迎えられた女 それは大きな体の縮れた髪の唇の厚い女だった。その醜い外観が女の価値の大部分を決定したというのだろうか。それとよく似たところの多い峰は、ともどもに恥ずかしめを受けたような思いで自分を振り返った。綺麗でない。決して綺麗ではない自分たち。だけど、 静子ががっかりした様子で戻ってくる。野村でなかったのだ。やや決まり悪気の微笑を浮かべた色の黒い大きな顔。その後ろ姿や前姿を狭い廊下に行きつ戻りつ幾度も繰り返しながら午後になった。そして野村からは今日行けぬ胸の電報が来た。ともかくも 妻が家出をしたというのに。大きな不満が胸いっぱいに広がっていく峰のその心を敏感に悟ったのか、静子は申し訳なさそうに野村のために弁護する。きっと忙しいのよ。そうそう。今日は確か座談会があったはずよ。それでだわ。じゃあ、私ちょっと行ってこいよ。さっさと立ち上がり。 帯を締め直しめミネの言ったことなど頭に入ってはいなかったのだ夕食も近い今お昼も抜きで静子は持って帰ったリュックを待たせおって出かけたこれが単なる夫婦げんかでないのがミネは悔しかったしかし静子のその気軽さはミネにかすかながら希望を持たせもした でがけにミネは通りり、まで送ってやり別れ際に「戻る気ならバカにもなるのよ。負けて勝つってこともあるんだからね。利口になっちゃだめよ。バカにならなくちゃ女は勝てないのよ。」なんという悲しい中言であることか。しかししずこは素直にうなずき「さよなら」と明るく笑いながら。 体を乗り出すようにして道を急いだ。夫に黙って家を出てきた妻の申し訳なさを体中にみなぎらせたような歩き方だった。峰はうつむいて家に帰った。部屋に入ると、雄吉が待ち構えていた。どうしたどうもこうもないわよ。つんけんと答える。そして、 の敵が裕吉であるかのように峰はその前にでんと座って「ずるいわ野村さん私にだけ因果を含ませようとしてる」「静子は日記を見たきりで野村さんの口からは何も聞いていないのよ」言いながらふと峰は今日の自分の態度が静子をかえって野村へ近づけたのではないかと思った。 一緒になってクソミソにやっつけるべきだったのだろうか。しかし、どうであろうと、結果はもう見えすいていた。そして、その翌日である。野村はそそくさとやってきた。何かに恐怖しているような落ち着かなさで、峰屋雄吉の前に手をつき、勘弁してくれと頭を下げ。 それで押し切ろうとする態度だった。それは、殿様に土下座する先民のようにまで卑屈に見えたが、その真にはもう決して動かされない粘っこさを悟らせた。たった二日、静子が家を空けたことで、峰に手紙で知恵を求めた必要もなくなり、野村の決意はますます固まったのだろう。 必要以上に何度も頭を下げながら、彼は静子を引き取りに来てくれという。家出をした妻のためには出かけてこない野村が、戻っていった妻のことでは慌ててやってきて引き取ってくれというのだ。そこに野村の気持ちの正直さが現れているとはいえ、これではあまりにも無責任だ。連れてきてくださるなり、 よこしてくださるなりすればよかったのに腹立ちを隠して峰は言ったところが僕は静子さんに気の毒でね言えないんですいやなんとも全くわがままな言い分ですが峰さんに連れてきてもらってよく話してもらうのが一番いいと思っておびえたような目を 「激しく瞬きながら言う。ず子に言わずにですか?」「今あなたがここへいらしたこともしず子は知らないんですか?」「そうです僕の日記を読んだとか言ってゆうべはだいぶ興奮していましたからね」「自信のないふぬけたような低いしゃあがれ声である」「ここまできて」 まだ真実を伝えられないとはそれとも無責任と言われようともかかずらってはいられないほどヘドの出そうな存在で静子はあるのだろうか。重たさに耐えかねて投げ出した荷物に再び手を出しかねるような嫌なことに対するどうにもしようのない気持ち。何でもかでも逃れたい気持ち。 それはミネもわからなくはない。顔を見るのも嫌ということがある。それで野村は静子を逃れてここへ出かけてきたのか。ミネは自分を相手の立場に置くことで強いて野村を理解しようとした。と同時に静子の立場にも立たねばならない。しかし自分が静子だったら、激しい思いが胸にたぎる。 あの時、峰はお坊様悠吉の頬桁をひっぱたいた。パンパンと激しく頬が鳴った。お坊様峰は相手の女の肩をつかまえて力の限り揺さぶった。女の頭がぐらぐらと揺れ髪が溶けて肩に散った。それが解決の糸口になった。ああ、しかし静子にはそれはできまい。 野村は静子の前にも土下座的であったに違いない土下座を誰が叩くことができようああ急に野村が畳の上に仰向けに倒れた涙があふれているそれを見られまいと仰向けになったのだろうに涙は目頭をあふれて耳をぬらしている峰も両手で顔を覆い 机に伏せて泣いしずこよ、諦めておくれよ、野村さんは泣いているのだよ、男が泣いているのだ。行く時間をそうしていたろうか、とにかくお互いの友人である詩人の川原にも相談してみようということになって、3人は出かけた。は始終黙っていたが、 電車に乗るとほっとしたような顔で自分たちの文学団体について話し出した野村が見つけ出した若い職場出身の作家の最近評判になった小説について若い評論家たちの近頃の鼻息の荒さについて創作コンクールに集まってきた小説や詩についてその言葉を風のように聞きながら 峰の心の目はじっと静子たちの上に注がれていた。なんてかわいそうな二人だろう。解消がなさすぎるではないか。二人とも正気な人間なのだ。しかも結局は、女の側にだけ最後のおもしがかかってくるのだ。こんな場合、解き放たれて息をつけるのは男だけで、女の方は予想もしない負い目を負わされるのだ。 その重しに押されて自分を小さくして生きてきたのが日本の女の歴史である。そういうものをも払いのけて道を開くために同じ思想で手を握り合っている野村や峰たちでありながらうかつにも一人の女をやはりそこへ追い込んでしまうことになりそうだ。せめて傷つけ合うことでも避けたいがそんなわけに行くだろうか。 野村は泣いている。静子は高ぶっている。そして峰たちは、ただ困惑の形を次第に大きくしている。貞子はため息をつき、じっと当分に見守っている。川原に、どんな知恵があるだろう。川原の家は、野村のすぐ近くだった。野村が伝えてあったらしく。 兵隊服を着て若く見える川原は「ああ」とうなずきながら三人を迎えた野村は一言も語らず峰だけがしゃべるようなことになった峰は川原に気を許したのか涙をこぼしながら感情を交えて顛末を告げた「器量がどうのってことはそんなことは問題じゃないがね」 とにかく野村はこの際、はっきりした態度がいるね。そうだ、鴎外に、こんな場合の男の態度を書いたのがあったな。川原は、書斎から分厚い鴎外の著書を二三冊持ち出してきて、悠ゆ々うゆうとページをくった。上質の紙は、パサッパサッと、歯切れのよい音を立てて、 色の黒い川原の指に操られている。かなり長い時間が経っても目指す文章が見つからぬらしくページを後先にくりながら。つまりねこんな場合に潔く避難の矢面に立つ覚悟で責任を持って事を処理するかそれができない時には一生を棒に振ってでも 妻と共にその中に埋没してしまうか。二つに一つだというんだね。しかし、これは参考だよ。我々の場合は、一生を棒に振るというより、何とかして局面を打開することを考えなくちゃならんと思うんだがね。川原は、誰の顔も見ずに、相変わらず、外をバラバラと繰りながら、 さしずめ野村は静子にも事態をはっきりと告げねばならぬこと。少しでも肩を外しているような感じを峰たちにも持たせないようにすること。例えば、どうしてもダメとならば、静子の荷物も自分で届けるとか、区役所へ行って移動の手続きも野村自身の手でやるとかというふうに、静子の心配を一つでも少なくするべきで。 それをしなくちゃダメだという意見を述べた。事態はそれで決まったような形をとってしまった。野村はもう毛の先ほども静子に希望を持ってはいないのだ。しかしそう決まりながらなお野村の顔にどことなく不満の影のあるのを峰は感じた。峰たちの前ではすべて自分に責任があるのだと ひたすらに頭を下げてばかりいる野村だが、川原から全責任をうんぬんされるのは不服に思うのではないかと、ふと峰は思った。だが野村は積極的にそれを言うことを避けているようでもあった。外はもう暗くなっていた。野村の家では夕食を終えた後だったらしく、 茶の間掘のりごたつの上に作りつけになっている食卓を囲んでしず子と子供たちが互いに風をはらんだ空気を胸に抱いた面持ちで3人を迎えた峰がしず子を呼び玄関脇の部屋で話していると茶の間からわっと鳴き声がもつれ合って聞こえてきた3人の娘が一緒の声である 野村から結果を聞いて、娘心の単純さで泣き出したのであろう。いやいや、帰っちゃいや、お父さんのバカ、お母さん。まるで芝居のような騒ぎだ。静子も泣きながら荷物をまとめている。峰はそれをよそごとのようなうつろな気持ちで眺めていた。野村が入ってきて、 ある感動を浮かべた顔で、どうも弱ってね、子供があのとおりで、迷うんだね。今更またこんなことを言うのは変だけど、もうしばらく考えさしてください。三日間、そして返事をすることにしますから。野村は後の方を丁寧な言葉で言った。その三日間を、 静子は荷物を持たずに帰っていてほしいというのだ。また戻ってもらうかもしれぬという含みがあることは言うまでもない。静子は急に明るい顔になり、子供たちの泣き声もそれでやんだ。だがそのままいてくれとは言わない。だから静子は出かけねばならない。さよなら。 玄関に立った静子が言うと子供たちは泣き晴らした顔に微笑を浮かべ口々に「さよなら行ってらっしゃい迎えに行くわねお母さん」まるで旅行に出る母を送るような別れ方だった野村一人は暗い顔で丁寧に腰を折ったお辞儀をした外は真っ暗で 方向が分からなつった突っ,立ったまま闇の中に目を据えていると野村の長女がちょうちんを持って出てきた笑ってそれを差し出す顔がほかげにくまどられて怖く見えた「お母さん心配しないでね私たちでよくお父さんに頼むわ」小さな声で言って返事も聞かず中に入った ちいさなちょうちんに足元を照らしながら三人は無言で細い道を歩いたしずこはこうして帰ってきたのであるそして三日たち五日が過ぎた野村からは何の沙汰もない三日間考えて郵便がどうかすると三日くらいかかるわね 静子は待ちあぐんでいるのだ。七日たち、十日も過ぎた。静子の顔は陰鬱に、いつも眉がひそめられていた。私、行ってくる。よしなさい。帰って欲しければ、迎えに来ますよ。でも、私行く。行って返事を聞いてくる。約束だもの。 こんなはずないわわからないのきれいに引き下がった方がいいのよいや野村はどんなつもりでいるか知らないけれど私が帰れば子供たちは喜んでくれるわ結婚式の日親子のきも交わしたんだもの「よしなさい」ったらまだ子供のところへ帰るなんて。 野村さんのところへ行くというならわかるけどもさあんたが野村さんにほれてさどうでもこうでも誰が何と言おうともというならいらっしゃい行って自分で道を開いてらっしゃいあんたにはそのぐらいなことはあっていいんだわ理屈はどうでも男と女の間にはこんなこともあるんだと納得できるならよただし 私は反対なのよ。そのことはっきり野村さんにも言ってちょうだい。その反対を押し切って出てきたとね。男に惚れた女はそんなこと相談なしでやるんだから、そうなら私は引き止めたりしないわ。子どものためなんてうそっぱちはやめとくれ。峰は激しい声で言った。惚れるなどという言葉が。 へどどの出るほず子,子は内心を見つめるように目を伏せ唇をかんでいたが思い切ったようにすっと立ち上がると「姉さんはバカになれって言ったじゃないの。負けて勝てって言ったじゃないの。私バカになりに行くわ。それに私の悪かったことも。 ずいぶんんあるんだもの私さえ努力すればうまくいくことだと気がついたの私野村に頼んでみるこの前より事態は全く変わってきていることさえ静子はわからないのだろうかしかし峰はこんな積極的な静子を見たことがなかった一生懸命なのだ野村から返事がないとなれば 子供にすがるしかよりどころのない静子なのだ。いくら平凡な静子だとて、このくらいの騒ぎはせずにいられないのだろう。残っていた荷物を全部揃えて出かける静子を、峰は駅まで見送って、優しい声で言った。当たって砕けろって言うから、やってみるのね。やるだけのことをやってみなくちゃ。 しずちゃんも納得できまいから大体いいあんまり旗で全立てしすぎたようだものねあんたにすりゃそう思うでしょうそれでだめならあんたも諦めがつくでしょうその時は元気を出してさっさと帰っていらっしゃい世間は広いんだから峰は不定祭なしずこの戻りぶりを幾分かでも補おうと 駅前のやおやでりんごとみかんを買って子供たちに持たせた。私、ちっとやそっとのことでは戻ってこないつもり。出て行けと言われてもそうなったら頑張るつもりよ。私の方だけが何でもかでもはいはいと言いなりになる方はないでしょ。私さえその気なら泥棒犬を叩たたき出すようなわけには行かないもの。静子は。 すてみになったのだ。その悲壮な決意に燃える女を乗せて、空いた昼間の電車は身軽に走り出した。後部の運転台のところに立って、静子は子供のように広げた手のひらをガラス戸に押し当ててうなずいた。寂しい女の顔である。峰はつーんとする鼻の奥を音立ててすすり上げながら、 大通りをふらふららと歩いた。本屋に寄る気もない貞子の家へ行く気にもなれない花屋を覗いたが花を買う気持ちさえ失っている花屋の向かいに古道具屋があったほこりのたまったウィンドの中にナイフが一つタバコケースや小さな壺や花ばさみなどのガラクタに混じって並んでいた ミネはそれを見せてもらった道具のいろいろついたものだった大小のナイフが2つ切り缶切り耳かきまでがある日常生活の中でのあの手この手が一口にナイフと呼ばれるものの中に隠されているのだ便利といえば便利なのだろうがすらりと気持ちに合うものではなかった なぜこんなものに心を惹かれたのかを怪しみながら、今別れた静子にそれを結びつけているのに割れながら驚いた。静子はどんな小道具を出して解決しようというのだろう。歩いても家に帰って机の前に座っても静子のことが心を離れなかった。ちっとやそっとのことでは戻らないといった静子の言葉が、 女の執念残り固まりのように思えて野村の困惑した顔が気の毒な思いで浮かんだ静子は私の恥も一緒にさらすのだろう仕方がない夕方峰は庭に立っていた目は空を眺めていたが別に空の色が脳裏に映っているのではなかったぼんやりとした中で 静子のことだけが心を占めていた。静子がどんな言葉や態度で自分の意思を伝えているか想像もつかない。芝居のできる静子ではないからだ。どんな気まずさの中で静子は今を過ごしているだろうか。しょんぼりと借りてきた猫の子のようでもいられまいし、ちゃべこべとバツナギの言葉を喋ることもできまい。 考えられるのは野村の前で無様に泣いている姿だが、野村はそれを逃れて外へ出て行ったかもしれない。その遠い静子の姿を追っている峰の前へ、その時、本当の静子が現れた。下駄の音を立てて、ボストンバッグを下げて、全身の悩みをその顔に集めて、静子は帰ってきた。 そこにミネがいることも知らぬように、静子は縁側から上がっていった。そして、人との交渉の一番少ない山頂へ入っていって、ぴしゃりと障子を閉めた。ダメだったのだ。後からミネも入っていった。静子は壁に向かって座っている。振り向きもしない。しずちゃん呼びかけると、 静子はかすかすに首を振った。並んで座って肩に手をやるとつぶやくような小声で「私の座れる隙間を誰も見せてくれなんだ恐ろしいうちだったわ」やはり壁を見つめたままでいった峰は涙がタラタラとこぼれたしかししず子は泣いていない どうしてどうしてやっぱり他人だったこうして静子は本当に戻ってきたのである早耳の新聞社は早速やってきて野村と峰にそれぞれの立場からの言い分を書かせようとした峰は取り合わなかった峰の親しくしている婦人記者はぜひとも峰に 女の立場からの講義を書かせ、雑誌に載せたいと言った。こんな場合、女はいつもそんな立場に置かれるのが通常だが、新しい体制の中で男女はどんな要求をし、進歩的と言われている作家の野村は、どんな医者方法で解決したのか、模範的にそれを示してほしいというのだ。そんなこと言わないでよ、かわいそうに。 峰は半分笑いながら怒った。こんな周りの風を避けて、静子は隠れ猫のようにこもって暮らした。峰が誘っても、なかなか表へ出ようとしない。しかも、何をするでもなく、ぐずぐずとした毎日なのだ。そのこもった毎日の中で、わけもなく峰やさ子に当たり散らす狂体を演じたり。 野村のことを言い出しては泣きの涙で終日布団をかぶって寝たりする時がたてば自然にまた目をふくこともあるだろうか静子にとっては今が生涯の冬の時期なのだ峰たちはできる限りの思いやりでその痛手に触れぬよう心を使ったしかし静子の暗い影はみんなに映って のんきで明るかった家の中は何とも言えぬ重い空気が漂った。親しい貞子たちでさえこれまでのような気軽さでは寄り付けぬらしいのを峰は寂しく思った。貞子の長女の縁談がいよいよ決まったとなるとその忙しさもあってかこのところ貞子の足はなおのこと遠のいている。我が家の空気の重さに耐えかねると 峰はふらふらと貞子の家へ行きたくなる。今日もそれだった。ちょっと散歩。遺構のショールを取りながら、そばのタンスの引き出しをガタピシさせている静子に言うと、静子は振り向きもせずに、貞子さんとこ意地悪な響きだった。何かしら、コツンとしたものを感じさせられるのを胸に沈めて、 峰は静子のそばへ寄ってゆき、それには答えずに、いたわる調子で、疲れた顔ねえ、あんまでも言ってあげようか、ついでに。それでも静子はこちらを向かずに、結構よ、あんま買う身分と違う。ひげした言葉で突っぱねた。むっとしたが、言葉を返せばその結果は泣かれて。 くどかれて恨まれて投げかれるのが落ちなのを知っているミネは、その手をくうまいと黙っていたのだ。ねえ、さだこさんとこなら頼みたいのよ。あさこさんのお祝い持ってってくれない？むくれた顔で言った。ミネは今、その下たの包みを胸に抱くようにして、しずこの言葉を心に繰り返した。 こんな可愛らしい下駄を買ってきた静子が、そしてこの下駄を履いた朝子の蛇の目の傘を差した姿を美しく心に描いて喜ぶこともできる静子が、なぜ結婚にぶれねばならなかったろうか。祝う静子はそれを持っていくことをさえ引け目に感じている醜い箱の女であり、祝われる麻子は 思われずまの誇りに似合うばかりの若い美しい女であるのだ。その対象の極端を一足の下駄でつなごうとしている自分の役割を不思議に思いながら、峰はふと、今通っているこの同じ道を、つい四五日前、高木千恵子と一緒に歩いた時のことを思い出した。貞子の家で持たれた、 小説の研究会の帰りだった。千恵子はかんだ高な調子で、どうして皆結婚させないでお嫁にやるのと言った。貞子にしろ、峰にしろ。娘や妹に自分で相手を選ばせずに当てがいこんなのが変だというのだ。その時峰は軽い反発を感じながら、だってさ、 自分では選べない女はたくさんあるのよ。そういうたちの女にはやっぱり旗でお嫁の世話をしなくちゃならないじゃありませんか。解消がないといえばそれまでだけどそんな女に旗が心を配らなかったらいつまででも一人なんてことになってよ。私の妹なんかその口なんだけど。それもそうね。でも似合いってことがあるでしょ 静子さんの場合、まるでそれが似合っていないんだもの。妙手れんだったわよ。ずいぶん変だと思った。そういえば、千恵子は静子の結婚式にも、いかに野村と静子の組み合わせが意外だったかというようなテーブルスピーチを述べたのを、峰は思い出した。二人を似合いだと思った峰の目は、確かに狂っていたのだ。 それを似合いと見たのは肉親のひいきめだったのだろうか。それほど静子はどこかに足らぬところがあったというのだろうか。そんなことを考えながら歩いていた峰は静子が結婚の土産として野村の長女に送った草履のことをふいと思い出してがく然とした。畳表のその草履は赤えんじの花緒がすがり、 ベルト裏のののものだった。ずっと前そんな草履が変えた時代にそれは峰からお年玉に送ったものだった田舎にいた静子はきれいな草履を愛し惜しみ幾度か下に下ろそうとしては思い諦め箱の中に入れて眺めることで終わったもう派手になってしまった草履を静子は持って上京した そして草履はついに一度も静子の足にはかれず、そのまま人にくれてやることになったのだ。静子はきれいな履き物を惜しんで、よう履かない女だったのだ。静子よ、そこにお前の不幸もあったのではないのか。今からでよい、静子よ、きれいな下駄も履こうでないか。 履いて、泥田んぼを突っ切ろうでないか。お前は美しい下駄を履く権利を捨ててはならないのだ。美しい下駄は美しい人だけのものではないのだもの。静子よ、私はお前にもう一度きれいな下駄をやりたい。それを履かしたい。